皆さんこんにちは。西東京市 PR 親善大使の林家久蔵です。ご隠居さん、ご隠居さん、いまだにこういう犯罪が流行ってたりするんですよ。何？どういうやつ？オレオレ詐欺っていう。おお、オレオレ、マツケンサンバかな。違いますよ、それ歌でしょ。そうじゃないの、オレオレ詐欺。電話がまずかかってくるんですよ。あ、おばあちゃん、オレオレなんてのこと言ってね、で、これね、名前を名乗らないこともあるんだよ、ね、オレオレって言ってるけど、あ、なんだい、たかしかい、ひろしかいとかなんか言ってね、お、でそこの名前聞いた瞬間、そう、オレたかし、オレひろしって言ってね、そこからはその名前で言ったり、あるいは何かしらで方法で調べてから何々だけど、え、いや大変だ、電車の中に忘れ物しちゃった、中に小切手が入ってる、今すぐお金が必要なの、取引先に持ってかなきゃいけない、お願いだからさ、ちょっといくらお金用意できるかな、万円ぐらいなんだけど。あら、そうなの、大変だね。でも万円ぐらいだったら用意できるよ。じゃあ今すぐどうすればいいのかい。じゃあ今からね、そっちに取りに行くから。もちろん僕が取りに行くよって、ここまで信用させておいて待ってる。で、何時に行くっていう約束なんかはしておいて、ごめんね、急に行けなくなっちゃったんだ。僕の代わりに友達とか弁護士とか、部下が行くからなんてのこと言って、今度その人たちが訪ねてピンポーン。ああ、何々くんの、僕です。友達です。なんかお金をなんか預かってって言われたんですけど、ああそう、お願いね、じゃこれお願いしょ、くれぐれもよろしくね、ああ分かりました、ちゃんと渡してきますんで、なんて言って奪うのが、これはオレオレ詐欺って言うんですよ。ねえ、隠居さんもそういうこと、まあないかもしれないですけど、あるかもしれない、ね、だから気をつけてくださいよ。大丈夫だよ。大丈夫なんて言ってる人もね、一番ね、危ないんですからね。あ、そうかな、大丈夫だと思うけど、あ、そうかそうか、じゃあ分かった、そら、気をつけるよ。ところでな、ハッツァンな、この間な、ほら、お前が来なかった寄り合い、私言っといてね、で、お前の代わりにね、会費を払っといたんだよ。あの会費分ちょっと遅れないかな。あ、そうなんですか。あ、じゃあ、いくらですか。誰に渡せばいいんですか。俺さあ皆さんいいですか。あのですね、電話がかかってきてお金の話をされたら、とにかくすぐ家族に連絡をしてください。なんだかんだって言って、今ちょっと手が離せなくなったからちょっとまた後でかけてね、なんとでも言っていいです。なんとで言ってもいいですか。その切ってから他の方法で家族に連絡を取ってください。よろしくお願いします。